続いてのコーナーはこちら、北村森のヒットの森。さあ月曜日はトレンドの日ということで、トレンドといえばこの方、商品ジャーナリストの北村森さんです。おはようございます。おはようございます。今日もよろしくお願いします。さあずらりと並んだカップ麺、カップ麺、今日は何の日でしょうかというと、カップ麺の日だったりするんですか？いえ違います。今日はですね、はい、何かというとこの日清の新しいグータ、はい、これ発売、全国発売、はいはい、それから明星のクイックワン、これも今日発売なんですね。もうそれぞれが全国発売です、うん、でさらに2月1日からまるちゃん東洋水産の鼻歌というのがこれ、先行発売して、でねこれどれも共通してるのが縦型なんだ、丼じゃなくて、ね、確かに。でそれぞれちゃんと売りがある、うん、具が大きい、うん、それから、1分でできる、そして女性向けのカップ麺という。なるほどね。さあそれぞれどんな味なのかじっくり食べてみましたよ。どうぞ。たかがカップ麺、されどカップ麺というのは今回取材した開発担当者の方の言葉でした。ニューウェーブのカップ麺、この春3商品も出ました。日清食品のグータ、それから明星食品のクイックワン、そして東洋水産の花歌、それぞれ狙いは明確です。ではその狙い通りの商品として消費者に受け入れられそうなのかどうか、されどカップ麺だけに真剣にチェックしてみたいと思います。最新の縦型カップ麺食べ比べ、一品目は日清食品のグータ。2002年に高級カップ麺ブームを作り出したグータが縦型カップ麺として新登場。先代同様豪華な具材が特徴です。今までなかったカテゴリーの商品になります。角煮なんですけれども、これほどの厚みのある、立体感のある大きな具材をお湯でかけるって戻すっていうのはカップ麺の具材ではなかなかなかったんじゃないかと思います。早速北村さんに試食していただきましょう。だいたいグータっていうのは今からね10年前のヒット商品で、いろんな意味で革命児だったんですね。で革命児ってのは何かというと、一つはこれまでにない贅沢さであり、もう一つはこれまでのカップ麺にない面倒さだったんですね。具を温めて、いろんなものを入れてっていう。これ縦型で、要するに入れるの仕上げ湯だけなんで、その意味では楽です。さあ、なんかレトルトパックみたいなのじゃないですね。やっぱ具の大きさのインパクトっていう意味では、昔のグータ、丼型でレトルトの方があるかと思いきや、あ、本当に熱いわこれ。その大きさもさることながら、重さもおよそ 23g もありました。フリーズドライの割には肉感はありますね。角煮かと言われると角煮ほどのとろみのある食感ではないんですが、すごく贅沢な感じのするコロッチャーというふうに考えれば納得いくんじゃないでしょうか。でかいコロッチャー。続いて麺をチェック。麺美味しそう。そうなんです。うん、ラーメン屋さんのラーメンというより、うん、こう中華料理屋さんの麺な感じですね。見た目も味も、はいはいはい、今までの肉からすると確かにでかい。ただグータというと、もう一回り大きい。確かにあの時のグータを知ってると正直します。まさに一点豪華主義で、他に具がないんですよ。この1個で食べきらないといけないんで、そう考えるともう少しトゥーマッチくらいな感じでもいいんじゃないかなと僕は思いますけど、ただ味としては十二分な水準ではないかと思います。続いてのエントリーは明星食品のクイックワン。その名の通り1分間で調理できるカップ麺です。ブイヤベース、チキンコンソメ、ミネストローネの3つの味がラインナップされています。世の中のですね、消費者の方の価値意識というものが非常に変わってきておりまして、タイムコンシャスと呼ばれるような価値意識が非常にだんだん強くこう芽生えてきていると。1分クッキング食べるスープ&ヌードルというようなことで、わずか1分調理でこれだけ美味しいカップ麺が食べられるというのが最も強いコンセプトとして打ち出しております。手軽さに加え、
カロリーも控えめというクイックワン。3種類のスープがなかなか振るっていて、チキンコンソメブイヤベースミネストローネなんですね。1分っていうのは非常に面白い時間で、例えば会社オフィスにあるウォーターサーバーでお湯出るやつありますよね。あそこまで行ってお湯を入れて蓋閉めて机に戻ってきたら大体もうそれで1分経っちゃうんですね。まずチキンコンソメ、あ、これちゃんと肉とか、こういうタイプの麺も私好きですよ、はい、こういう麺も嫌いじゃない。あ、戻ってるね。卵も戻ってる。野菜も戻ってる。これは大したもんですね。1分で具材も戻る。じゃあ麺はどうでしょうか。あ、ノンフライって聞いたんですが、ノンフライの割にちょっと香ばしさがありますね。油揚げ麺と同じような香ばしさがある。この3種類味を試しましたが、いずれも、よく言えば本当に気楽に気軽にさらっと食べる、スナック風の味です。悪く言えば、コクがやや足りない。この味を良しとするかどうか、また200キロカロリー切ってるっていう魅力もありますから、そのあたりの兼ね合いでどう感じるかどうか。1分で出来上がるというメリットと同時に、そういったこう味わいがスナック的なものにより振っているようなこう、位置づけなのが意外でもあり、これは人によっては気になるかなという感じはしました。ちょっと癖が。マルちゃんでおなじみの東洋水産からは女性限定のカップ麺花歌がエントリー。女性の嗜好に合わせてスープにはハーブを配合。カモミール、ローズヒップの2種類の味が楽しめるんです。これまでのカップ麺にはなかった女性だけをターゲットにした女性専用のカップ麺として今回発売をいたします。今までカップ麺が自分が食べるものではないと思ってた女性が非常に多いと思うんですけれども、私たちが食べるものなんだという商品として女性の食シーンの中に入っていける商品に育っていければいいなと思います。開発期間はなんと6年。女性専用にカップのデザインや持ちやすさにまでこだわったそうなんです。普通は半年くらいです。花歌のカモミールとローズ、もう男性には食べてもらわなくていいと、もう女性向けのっていうことをはっきり歌ったカップ麺ですので、女性の気持ちにを想像しつつ、かつ商品をチェックする立場で食べてみたいと思います。まずはスープから北村森のまずはスープから。ハーブは確かにほのかに香ってますが、そんなにドーンと強く押し出してるというよりは塩味の自然な感じです。本当自然な感じで麺ですね。女性も実はカップ麺が食べたいんだっていう、そんな気持ちに応えるような食べたい香ばしさもあり、歯応えもある。お腹すいたも今すぐ食べたい。こっちがローズヒップでタンタンなんですね。辛いんだろうか。ややスパイシーで心持ち酸味もあるスープです。これまでカップ麺食べたかったけれども、なんとなく躊躇しちゃった、なんかオフィスのランチでカップ麺をこうやってわしわし食べているってちょっと気が引けるっていう人にも、まあこのカップだったら違和感ないだろうし、女性の方に。これ油揚げ麺使ってるんですね。そしてスープに絡みますね、この麺は。で、多分これ男性に黙って食べさせても、あっさりしたスープに麺の香ばしさもあってスルスル入るねっていう風に感じられるんじゃないでしょうか。今回食べた中では狙い通り味もバランスよくできているような気がしました。僕は評価します。はい、はい、ということでこちらに用意していただきました女性専用のラーメン、はい、
どうですか。でももちろんそうなカップですね、確かに、うん、そうカップがね、うん、あのちょっとこう女性の手でも多分も持てるんで、ちっちゃくてこう、うん、少しハーブの香りがして、そんなハーブが強すぎない、うん、そこまで私も最初ハーブって聞いた時はびっくりしたんですけど、うん、ハーブが強すぎないんですけど、ほのかに香ってスープ飲んでるような、スープの中に麺が入ってるような、そう、うん、そこがね僕もポイントだと思う。カップラーメンというよりは、そう、うん、でそれでいてこの麺ってあの油揚げ麺使ってるんで、あのカップ麺を食べてみたいっていう女性のこう欲求には応えてるんですね。食べてみたい、食べてみたいなかなかね、な食べないし、さあ今食べてもらったのは女性専用カップ麺ですが、それぞれねものすごくね狙いはもう明快なんですね。あのこの日清のグータの場合には、あの以前のこう丼型のグータよりも楽で、しかもでっかいって、うん、ちなみにどれくらいでかいかっていうと、はい、これくらい、ああ、実際に言うと結構厚いですね。そうそう厚いのよ、結構厚い、縦型麺の割にはかなり大きいですね。そう、こんな感じです、うん、で、このクイックワンは、時間への最長戦なんです。昔クイックワンってやっぱり1分のがあったんですけど、それを1分で、やってこう時間にこうの意識が強い人に対してなんとかこう攻め入ろう、そして女性専用、うん、でどれもね小手先で何かマーケティング調査でこれで売れるなっていうんではなくって、どうも開発者に話聞いていくとこれを作りたいって言って作ってる感じです。なんか変化球じゃないところが非常にそのそれぞれ力がこもっているのがこう伝わってくる、そのまあ背景にあるなんかこう開発マインドだような気がするんですが、さあ結論いってみましょうか。まずこれですね、縦は強い、やっぱり食べやすいんですよ縦は。そうなんですよ、私も縦の方が最近は食べてしまっています。結構食べる、結構食べる。あのねやっぱカップ麺ってね気楽に食べるからこそじゃないですか、うん、それやっぱり丼でいろんなもの入れたりね、押したり引いたりってのはやっぱりちょっとね、ちょっとねってところありますね。はい、そしてもう一つこれ重要なぞ、あのね、職場でこの女性型のこのね、あの女性向けの縦型のカップだと置いといて違和感がない、カップ麺っぽくないんですよね見た目が。そうで、あの狭いデスクでも置いといてね、うん、違和感ない、中丼にバッと置いてあるとあれなんです、うん、でこれまでもスープおこげあるいはカップスープ人気でした。それがまあ月1度か週に1度か、あこれこっちに今日は変えてみようかなっていう人にいいと思う。まさに先ほど八田さんがおっしゃったようにスープ感覚プラス麺っていう感じがして、ちょっとこれはね注目です、うん、いずれにしても今年の春は縦型面白いですね、はい、ぜひ試してみてください。はい、選択肢の一つとしてはいいですよね、はい、以上今日の特集、北村森のヒットの森でした。